ちは皆さん、私はシャイアヌと申します。私はポンパクと申します。今日私たちはマンディカについて発表します。マンディカ町はガンジャナブリ県にあって、モカシの町、あ、すみません、モカシのスタイル町です。コンセプトはタイの昔の生活、タイの伝統的な服、タイ料理です。今日の話題は生き方、入場料、おすすめ、景色について話したいと思います。生き方は2つあります。まずバスに乗ってガンジャナブリ県までに行きます。それから西洋区トンパプーム山下へ行くバスに乗ってマニカ町で降ります。もし電車で行ったらギレン駅、タムガサ駅で降りてバスに乗り換えてマニカへ行きます。これはマニカの地図です。次は入場料です。皆さん、こちらの表を見てください。入場料はチケットの種類と年齢によって値段が違います。次はおすすめです。服レンタル、複数チケットを買ったとき、もしタイ服を着てみたかったら、服レンタルの値段は女性300から400バーツ、男性100バーツ、子供50バーツです。次は食べ物です。ここはいろんな食べ物がたくさんありますが、これはおすすめです。これはルーシンクロンクレンです。これはパタイ、ナムケンサイ、最後はタイのお菓子です。いろいろなお菓子が選べます。パンケーキやジャーモンブッドなどおすすめです。次はマニカ町の景色です。これは町のローです。このローは上に行ったらマニカ町の景色が全部見えます。この町でいろんなタイの生活が見られます。例えばタイの生け花です。タイの生け花はだいたいジャスミンで作ります。次はファットカオという生米からもみ殻を分け方です。これはマニカ町の周りの景色です。次は営業時間です。営業時間は毎日朝9時から夜9時までです。これは連絡先です。皆さん、これから質問です。正しい答えを答える人はお菓子をもらいます。マンディカ町はどこにありますか？手を挙げてください。はい、正解です。はい、正解です。
これまでご清聴ありがとうございました。